デイボー久保チャンネルです。ここはね、僕らもすぐそこに見えるのはあの新横浜ビーチで、懐かしいね、あの楽天の二軍監督の時はここ泊まって横浜はオッパマだとかと試合やるんだけど、まあここのね、うちのデイブベースボールアカデミーっていうのはもう5、6年ここのバッティングセンターだったすごい施設 でお世話になって、でデイブベースボールアカデミーっていうのは本当にもう10年以上やってるんだけど、久しぶりに僕が教えさせてもらうということで、副島コーターコーチのね代わりに今日ちょっと入るんですけど、参考になると、まあ、参考になることはあると思うんで、ぜひ、見てるお父さんだったりとか子供さんに教えてもらったり、おじいちゃんだったりお孫さんだったり、その自分の息子だったりね、子供の教えるために見て参考にしてください。さあ行ってみましょう。お願いします。最初は自分なんてまずアップできてる子だな、これみんなやることはないよ、はい、コーチが授業とかも気をつけ礼って大事じゃん。立ってって一回立って頭起こして人の目を見てお願いしますっていうところで、よし集中して練習に入るっていうのがすごい大事な作業なの。ダラ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 入るとダラ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 練習が終わるって言われてて、外国人でみんな集まるみたいな、オッケー最高みたいな、レッツゴーっていうのは大事だし、終わった、はい、よし行くか。の特徴は副島コーチからも聞いてるから、そのこの形を本当の自分の形にするってすごい疲れないとなんないので、体がプラプラになってるといろんなコーチの方が言ってくれてる形になるわけで、その形になるためには疲れないとならないっていうのをちょっと体感してもらうから、ジャイアンツもライオンズの選手もみんな楽天の選手もやるんだけど、そのスタンスすごい広げて早打ちレンティーやるんですよ、たまに。あれでレンティーでみんながどういうスイングしてどういう風に疲れていってどういう風に最後になるのかっていうのを俺見ていくから、いいね、はい、ラスト。もう今のスイングでほぼ教えるとこがないっていうのが、また下の使い方なんかはもう理想通り、プロ野球選手は変わんないの。ただ龍之介のだんだん疲れてくると手がこう下から入ってくる。だからそういう疲れた時にこうだん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 下から入ってきてしまうっていうことは、下から出るのが龍之介の形になりつつあるわ。そう、速い球が打ちづらくなっちゃうから、それを直すにはどうするのって次やるから。で今はでもスイングは坂本勇人でいいよ。はい、よいしょ。ジンナーさっき見てたから、スタンス広げて、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、もうね、ジンはもうかなりすごいいいパワー持ってる。もうちょっともうそれはその証拠か、もう中学生レベルの力を持ってる。だからこそ上だけで打つようになるという、上だけで振ると何が起きるかっていうと、土台が弱くなるから、こう最初バラッとこうバランス取れなくなる。だから今のどん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 続けると、最後今ジンはおだす、ごめん、その大丈夫だから、そうなってくると最後はちょっとずつも足を使い出した。なんでって上の力がもう疲れてなくなってきたから。でこの練習がやる、ね。じゃあ一回休憩。龍之介はこれを右足のせる。なんでこれ右足のせる？さっきちょっと手がこう上がってきたって言ったじゃん。はい、坂道左足僕上げてきてみて。左足上げて。全然振ってみな。どうやっても下からで、ね、こうやっちゃってんだ。体はこう向いてるから。だからそういうことをやっちゃわないように。足を右足を置いて、この辺ここに足のけて、そうそう。それで、来る、スキル、勝手に上から入る。こういうところで、この練習を自分に入れていくと、はい、さっき疲れてリードしてだんだんこう疲れてきたのを調整するのはこういう練習。家でもできる。ちょっと高いところで素振りすればいい。ね、
じゃあ行こう。ありがとうございます。せーの、1、2、3、4、いいね、おー、上が出てきてる。いいね、ほぼ完璧なんだ。で、今度これが本当に上からこうボールが叩けるようになってくると、このこう置いたものは動かない。こう置いたものを上から勝手に打つと、こっちは使ってないからできるわけ。プロのみんな動いてる。大城でもどんだけ動くんだお前って。もういや、それが今あんまり動いてない。面白いよりも動いてる。それがこうだんだんだん今動かさないようにしなくていいから、自然に出会ってる。ちょっと動いてるから、一回ボール拾おう。はい、よし、行くぞ。はい、はい、いい、多いね。下使ってね、意識は下で打つ。最高。はい、できてんじゃん。すげえな。下で、はい、おお、下で、下で飛ばせ。十、はい、はい、十、はい、十、はい、やばい。どっから、どっから。十、はい、十、下で、十、十、二、三十いくかじゃ。十一、二、下で、ここ頑張れ。十、頑張れ。よし。下で、よし、よし、よし、あと3つ、1、2。だからジンはこんなにいい顔して腕の力なんか中学生ぐらいあっても、実はバッティング練習したっけ、チラッと見てたけど、ちょっと打った瞬間戻るぐらいの感じで分かる。自分でボヨンって、あれやっぱ腕の力って大したこと。あれで下を、ジンが下をでブラーンって打って、このついてる強い力があったら、ダーンって伝わったら、もう、僕とかもっとすごい打球が出る。なんと今みたいに疲れてこないと、すぐ出てこないから。ね、よし、もう一回いってみよう。はい、さあ、これが動くでしょうか。ここでいいよ、じん。おい。もし。どうですか。いや、まあ、ちょっと楽しみ。やってます。楽しみですね。動いていいんだから、はい、大城も動くんだから。5、2、はい、3、はい、4、1、行くぞ。5、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 
あと一周。オッケー。これは落ちる落とさないからフォロースルーは大きく取れないに決まってる。ただ出方にはこの練習がある。ボールアットがいい出方をする。出方こう出てったらばこうはそこからなれないから。だんだん疲れてきたりとかして自分にこう欲が出てくると打ちたいってなるとガッていくと早いと思ったら、そのためのその最短距離で出る練習で、何回も言ってるけど下から出るのも大事だから気にしない。ただあんまりなりすぎるとゴールスター差し込まれちゃう。オッケー。よし、ジンいいの。1、2、3、1、2、3、1、2、3、完璧だよ。今さ、上の力なんかこう全然使ってない。滝がピンと速いけどクリーンと回れてるわけ。山田哲也よりいいな。今の時点で哲也超えてる。レギュラーとかヤクルトとか。いいの。さあ、だからプロ野球選手もタイミング取ってるってすごい難しい。だからみんなこうパタパタパタとかどっか動いたりして。高橋由伸あれもいつもこう。また同じこと。1、2、の、3。それやっぱりいかに下半身使うか。見ていく。1、2、の、3。いいね。1、2、の、3。じゃあ最初にやってみるから。1、2、の、3。最初1、2、の、3。そうそうそう、いいぞ。はい、1、2、の、3。いいね。タイミング取るのめちゃくちゃうまいな。はい、1、2、の、3。はい、1、2、の、3。小林誠二よりいい。あれも悪いわけじゃないの。バッテリーいいんだ。よ、足もっと下げ。そうそう、はい、1、はい、いいね。2、はい、3、はい、4、はい、5、いいね。6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、10、頑張れ。1、はい、2、いいね。はい、頑張れ。3、はい、4、はい、5、はい、6、はい、7、はい、8、はい、9、はい、ラスト。ラストしたらね、ちょっとね、バットがやっぱりよく見遠回りっていう。ちょっと遠くからな。こうやってすぐなの。だから、こっちと前に。で、向こう向いて、こっち向いてね。こっちから投げるのを、打ってごらん。バックセンキュー。そうそうそう。おい、頑張れ。おい、ルーシー。ルーシー当たる。見てて、これ見てて。おい、おいしょ、おいったー。オッケー、オッケー。これ龍も覚えておいた方がいいんだけど、後ろからボールが来るとボール見てるからこうなんていうの大きく打ってる時間ないんだよ。球来るからこうやって打つ。じゃあこれも自分にも合ってる、自分にも合ってる練習。ねえ、いいね。ねえ、いいね。そうねえ、そうねえ、おっしゃー。来たな、来たな、翔太郎、本当に来たな。
ジャパンの犬も聞いてた。よっしゃ。はい、翔太郎。はい、翔太郎。いいね。いいね。よっしゃー、はい、答え全部まっすぐのタイミングでいかないときはね、こんな、動いてきます。おお、こんなカーブだ。これがまっすぐだ。今、自分の中でさ、もしかしたらデーブさん止めてカーブがねえんじゃねえかと思ったら、まっすぐが差し込まれる。だから、一番二人ともさ、翔太郎も、究極で大事なとこは、プロ野球選手になるためには、プレー級選手になったのに山を張らないで、次はカーブだとかまっすぐだと決めないで打てるよ。中学生の球なんか打っちゃうの、プロ野球選手は。高校生の球でも山張らないと。だからそこに自分たちが持っていかなきゃいけないわけで、なんなら今の変化球だって思って、ちょっと差し込まれたら、あれが差し込まらないでパーンって回れるようになったらプロでやれる。だから山張らない選手になってる。そのためには今みたいな練習もで、まっすぐは絶対差し込まれない。変化球泳いでいいんだから、ね、それでいこう。まっすぐの意識はすごい持っとく。つぶつんだぞ。おお、左中間行きましたね。二塁だ。オッケー、センター前、まあ、ちょっとショートゴロかな。これ完璧だよ、センター前。オッケー、ショートゴロ。でもいい、いいよ。オッケー、レフト前、はい、5体。まっすぐで待たなきゃダメだ、まっすぐ。まっすぐだと思って。オッケー。あー、まっすぐ待って。まっすぐ待って。よっしゃー。あー、足いいね、センター前。はい、5体。よーしか。オッケー、あーちょっと力んだね、はい、これさ、さ力んのといいスイングって紙一重だから全然力んでる、力むのは全然力んでる、覚えてくる、力まないで楽して振ってる方が覚えない。ただ今だからちょっと落ち損ねちゃったなっていうのはただの力みとあるんだけど、その力んでないんだけど、その中で自分のスイングでできてくる、力んでる。ラスト勝負いくぜ。あーこのところ、1打数ノーヒット。おー、ライトフライ。オッケー、センター前。ちょっと最後バッチリ。よし、ボール拾う。だから、この6年生よ。だからもう中学生になったら必ず変化球って言ってもなんだろうから。ティーの中でもまっすぐとカーブのタイミングで投げるから。でもまっすぐ待って打ちに行く。変化球泳いでいい。まっすぐ差し込まれない、まっすぐしっかり打ちに行って変化球打つっていう、それでいってみよう、はい、おー、いいじゃん、うわー、どんまいどんまい、おー、まあまあまあ、センターぐらいだな、おっしゃー、ちょっと差し込まれたぞ、まっすぐで待って、まっすぐ、まっすぐタイミングで待って、オーケー、この練習もっと前もっと前、ジン、おう、ジン君、振れよ、振ってよ、振ってよ、当たっていいんだから、ほら、頑張れ、おー、頑張れ、頑張れ、おー、下から行って、下から、これは下から行くんで、下から、下から、はい、あれ、ジン、頑張れ、そう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 、これか、それだ、じゃあもっと近く立って、うん、インコースが出なかった。おかわり君はこの近く立って抜擢ゲージ打つじゃないですか、練習するじゃない、その時に俺のノックバットがもっと長いんだよ、でゲージの後ろバッテリーバッテリーしてんだけど、ここでこうやって来てごらん、バッサバサ当たってた。あの子はもうシーズン途中からそれやりだして、日本シリーズまでそれをやった、やり続けれた子だった。だからそれの根気だよな、さあインコース出るんだよ、ありゃ頑張れ、遊びでいいから、遊びでいいから、ありがとうございます。
あれーあれね、地元近く湧いてる、これもっと踏め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 、あ頑張れ踏め、あれ、ちょっとさ、あの矛盾してるけど、みんなこうしっかり最短距離で打つ練習をしてんだけど、これの時だけは下から入って手を抜くという練習だから、ちょっとまたインコースの手を三角をちっちゃくして体を回すっていう作業が変わるから、だから多少下から入って、あれ死んでるわ、オッケー、はい、ラスト、よっしゃ、オッケー、一回ボール拾おうか、コーチに教わってることが非常によくできてるっていう、先生たちが入ってるのと、みんなに宿題与えてるのができてる、はい、今日はその練習量をちょっとこういう練習も増やしたらどうっていう、暮らしましょうってことだから、はい、あのやってることはすごく正しいし、みんなどんどん成長してるから、はい、思った通り、ただ今日やったこと忘れちゃうからメモして、例えば1トンパンで振ったなとか、歩いて振ったなとか、早打ちしたなとか、それだけはちょっとメモして、毎日10球ずつだったら5種目やる、50球増えるだけだ、20だったら100回になる、それ頑張ってるよ、はいはい、みんなよく頑張ってました、ありがとうございました、お疲れ様でした。翔太郎、前まで本当になんていうの、肘がすごく落ちて、なんか力強さがなかったんだけど、もうどん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 良くなってるから、あとダメなのが横っていうよりも肘が、いや、やっぱ若干落ちて低いんだよ、だから高い位置で投げていいから、肘を上げろとは言わないからな、肘を置いといて高い位置から離すようなイメージ、そうするともっと良くなる、で、陣之助アゴだよな、毎回言ってるけど、セットポジションした時にもうアゴ上がってるんだよ、投げに行く時はアゴ上がっていく、ちょっと抑える、すぐ忘れるからな、まあいいんだから、すごくで、龍之助はインステップ、はい、インステップ、意識ここでやってるの、完璧に投げたじゃん、はい、1球目絶対お前な無意識で投げたらベースの上に行くよって言ったら、あの定ベースの上に行くよ、その次意識した2球ちゃんとまっすぐ来るじゃん、はい、あのイメージを持つで、引っ掛ける時は何でかって言ったら、この左足のつま先がずれちゃうから、はい、パッと横振りになっちゃう、それ頑張れ、はい、な、明日試合だろ、はい、完封してこいよ、はい、はい、お願いします、よーっ、休憩してね、休憩、はい、すごい初めてこんな振りました。